吉田さん、ボンクラマージャン店の親父でもできた。ね。もう自暴自棄になって、店のレジ金掴んで、従業員が止めるのも気にせずにそのままキャバクラに行く。毎日、法灯の鍵で尽くして、金がなくなったら誰から借りねえかな、みたいなね。稼ぐ気持ちなんてもう全くないと。で、自分の店はほったらかしで、成績が悪ければ、社員にどうなってんのって追求する。 だったらおめえがやれよっていうふうに心の中で言われてるのかもしれませんけどももうお前らさ出てこなくていいよって給料やるからさもう出てくんなよって店ももうテナント代バカらしいからさ解約するよそっちの方が安上がりだよみたいなこと言ってましたよねこんな私でも12000万2千円のクロームブック中古で買って1億円稼ぎましたネットビジネスすごい <laughs> クロームブックで <laughs> ね稼いだからすぐにね住まいをドーンとねセミナールーム付きのところに変えて そしてがむしゃらにやるために24時間いつでも面談しますみたいなねまさに根性だけで乗り切ってきましたであそこからね本当に目先のこと目先のこと目先のことってやっていた結果目先どころか10年先になっちゃいました今10年以上もうこれやってます10年やったらさすがにプロですよ私もで金持ちは何人も作ってきましたからねだから私は思います 40過ぎてマージャン店でくすぶっていた俺でもできたのに、お前ら何やってんだよみたいなね。少なくとも俺よりいい状態だろうと思っちゃうんですけどもね。うん。まあでもやっぱり何かね、ウィークポイントがあるんでしょうね。だから、切り捨てずに、どこをどういう風にくすぐってあげれば突破できるのか。これをね、考えてあげたいですね。うん。はい、以上です。いってらっしゃい。